で、日本だけドコモが一生懸命 NEC とか富士通を育てて、うん、で、まあなんかそういう汎用品じゃないものを使ったりしてたんだけど、うん、これは国策もあって、うん、でも結果的にそっちの方が高いんですよ、当たり前だけど。だってアフリカとかそういうところにまで売ってんだから、うん、で、そういうコモディティ技術の世界に我々はクラウドで実はもっと安いんだって言っても、へーっていう感じになっちゃうよね、それね。うん、まあそうですね。世界中にだって世界180カ国に3つずつ、多いところは4つ5つキャリアがいるんだから、うん、そこにみんな同じ製品売ってるわけですよ。だから僕ね、そこにちょっと誤解があったんじゃないかなと思ったんですよね。いや、僕はそれ誤算だと思います、うん、なんかできんじゃないかと思っちゃった、うん、でもう一つはだから、その世界に売れるって思ってるんですよね、楽天シンフォニーが。無理でしょ。いやいや、でもほら、三木谷さんは結局海外事業全部失敗して、で、結局国内にと、まあ、要は国内でしかうまくいってないわけじゃないですか。簡単に言うと。あんなにうまくいっちゃったのは国内だけなわけで、もうやることないんですよね、結局。まあ、ただね、この免許事業ですから、うん、それでね、この、ものすごい面白い真実があって、例えばどこも、